さあ月曜最初のコーナーです。食いしん坊のさあ今回ですねニューオープンのお店特集ということなんですけれども、住宅街の中にあるおしゃれなお店をご紹介したいと思います。それではどうぞ。今回はニューオープンのお店特集ということで、学園木花台にありますビストロカフェルポをご紹介します。場所は学園木花台交差点を東に過ぎてすぐの十字路を右折、道なりに500メートルほど進むと右手に見えてきます。今年7月にオープンされましたビストロカフェルポ。店内にはテーブル席が16席、カウンター席が6席、テラス席も6席ありまして、おしゃれな空間でお食事を楽しむことができます。紫さん、はい、こちらはすごく個性あふれるおしゃれな店内でディナーがいただけるんですよね。そうですね、今のところディナーだけなんですけど、9月の15日から、ランチを始めさせていただきたいと思っているのでよろしくお願いします。さあではディナーメニューご紹介しましょう。まず前菜です。サラダにマリネ、アヒージョもあります。続いてメインメニュー、ポワレもあってハンバーグに煮込み料理、どれも美味しそうです。さらにパスタ、こちらも美味しそうなものが並んでます。そしておつまみメニューということで、お酒に合う美味しいメニューが揃っています。まずはディナーメニューからご用意いただきました。彩り豊かなこちらの一皿、和牛のタルタルサラダになります。もともと食材を細かく切ってドレッシングで和えたものがタルタルなんです。この周りのね、お野菜の彩りの美しさ、 ありがとうございます。木花台の農家さんとか池目台の方の農家さんとか一緒に話して野菜をいただいています。これもお肉なんですが、はい、うっすらとこう火が入ってるぐらいで、はい、なんかレアな感じですよね。そうですね、あの表面だけさっと炙って中はちょっとレアにして、醤油とごま油でちょっと韓国風のユッケ風にしてあります。中央に綺麗な黄身が乗ってるんですが、これまず崩すんですね。崩してください。ツン、あー、とろーっと溶けてきました。この黄身とお肉を絡めて、もうこの時点で食欲が増してきますね。では、うん、お肉の旨味とともにすごく香ばしい香りが鼻に抜けて、これものすごく美味しいです。黄身とこう和えてるので口の中ではすごくまろやかなんですよね。宮崎牛を使ってますし、味がしっかりしてるので、また黄身のまろやかさとあって美味しいかと思います。やっぱ地元の食材を使いたいなというのがすごくあって、宮崎牛だったり宮崎の野菜だったりですね、心をかけて作っています。続いてもディナーメニューからおしゃれな一皿が登場しました。和牛のほほ肉の赤ワイン煮です。ほほ肉のワイン煮、はい、これ結構時間かかるそうですね。そうですね、肉を炊く出汁っていうのフォンドボーっていうんですけど、フォンドボーも一からの子牛の骨からですね、3、4日かけて作って、牛ほほの肉を赤ワインでマリネして寝かせてから、それを一緒にして柔らかくなるまで炊いて仕上げていますね。周りにかかってるソースっていうのも、そうですね、肉を炊いた時に出たソースを赤ワインで緩めて最後にバターをかけて仕上げています。では、見た目がものすごく締まった肉質だなと思ったんですけど、うん、口の中に入れた瞬間にほろってほどけますね。あっという間に口の中で溶けてしまったんですけども、香りがすごく最後まで残ってるんですよね。最後にやっぱり赤ワインを入れることによって赤ワインが引き立って、いろいろ香草とか香味野菜も入ってるソースなので、それも美味しいかと。手間暇かけて作られているお肉ですので、ソースも最後までお召し上がりいただきたいと思います。
萩ちゃんは見た。洋風の食堂を彷彿とさせる店内は個性的な内装でおしゃれな小物が目を引きます。温かみのある空間で食事を楽しむことができます。最後はランチコースからご用意いただきました。こちらは何でしょうか。魚コースからブイヤベースをご用意しました。彩りがすごく綺麗ですよね。ありがとうございます。メインのブイヤベースの他にパンにスープ、そしてオードブルにドリンクがセットになっています。今回は魚料理からメインはブイヤベース。もう本当にすごく香りがいいんですよ。トマトをベースにした日本でいうお鍋みたいな感じなんですけど、うちはですねソースの中に甘エビを殻ごとミキサーにかけて入れてこしてあるので、もうがっつりエビの香りがすると思います。今回のお魚なんですけれども、魚ですね、クイチって言いました。ニベの子供なんですけど、煮込み料理や魚に合うのでどちらを選択しました。この一皿には、はい、ソースもついてるんですよね。トマトとの相性のいいバジルのジェノベーゼというソースと、魚介の方にちょっとつけてもらうアイオリっていうソースを2種類忍ばせていますね。では2種類のソースをつけて、お魚すごくふんわりしてますね。ありがとうございます。淡白なお魚なんですけど、ものすごく豊かな風味がするんですよね。ソースもエビがものすごく効いてますよね。殻ごと入れるのでエビがガツンとくる料理になってますね。ニンニクも効いてますし、はい、ジェノベーゼの爽やかな香りっていうのもするので、もう本当にお食事をしながら会話も弾む、そんなお料理だと思います。地元の食材を生かし手間暇かけたお料理がいただけるビストロカフェルポは、また通いたくなるお店でした。はい、今回ですねニューオープンのお店特集ということで、7月にオープンいたしました、はい、住宅街の中にあるお店ということで、ルポご紹介いたしましたけれども、どうでしたでしょうか。これはもう佐藤君、牛の頬肉、はい、ここでしょう、はい、どんな味すんのかな本当お腹減る、ね、あとブイヤベースどんな味すんの。じゃあ食べたことないからなんで聞くんすか。あら汁っすか、うん、佐藤のさ V 見ながら、ブイヤベースとあら汁どっちが美味しいんですか食べたことないから食べたことないから分かんないですよ。そう、食べたことないからぜひ食べに行っていただきたいと思うんですけど、美味しそうお店、ね、本当に一つ一つが手が込んでるんですよ。まずですね、その一番最初に気になったサラダもありますね。そうそうそうユッケ風のユッケ風のサラダ、ユッケ風のサラダなんですけども、タルタルって言ったら、ほらタルタルソース、チキン南蛮のソースを思い浮かべるんですけれども、はい、こうサイコロ状のものをタルタルとも言うそうなんですね。はい、でお肉、美味しい宮崎産のお肉を軽く炙ってサイコロ状にして、そして黄身がね、黄身との辛みがもうたまらん、ね、あの時ぐらいからちょっと怒りを感じ始めてました。なんでこの時間に美味しそうなもの食べてる。もう本当この時間帯にあんな美味しそうな部位見せるのやめてもらっていいですかもうそれ狙いですから、お腹空いて狙ってるわけですから。本当にほんのりと、はい、こう火を通してますので、はい、肉感がまたすごいんですよ、ね、でごま油が香って、もう本当食欲どんどん出てくるんですよ ね、うんうん、ねお野菜いっぱいありましたもんね。木花さんを中心とした新鮮お野菜、彩りがすごく綺麗で、ね、目で楽しめるっていうのがいいですよね、はい、まず一皿目あれシェアしてみたいな、ね、いいですよね、はいはいはい、そしてもう一つの頬肉の赤ワイン、これものすごく手が込んでいて、フォンドボーというフランス料理の基本となるお出汁から作ってるんですけれども、はい、これがね1週間ほど炊いて作るんですよ。1週間、はい、フォンドボーを、で、うん、でそれが出汁なんですけども、でそれに赤ワイン、香草野菜とかを入れて、はい、お肉を1日漬け込んで、で1日炊くという。絶対美味しいやん、ね、漬け込んだ上に実作んですか。美味しいやん、頬肉がもうホロホロするんでしょうね。まさにそうです、はい、
はい、もう口の中に入れた時にほろってほどける。ほっぺた落ちます。落ちます、ね、今まではディナーメニューだけの提供だったんですけども、今週金曜日15日から、はいはい、ランチメニューが、はい、オープンというか、はい、なんですけども、一番最初にご紹介、最後にご紹介したのが、はい、ランチセットからブイヤベースお魚の、ね、コースになるんですけれども、はい、この、ね、ブイヤベースがもう本当にエビが香ります。はい、香ります。エビの味噌汁より、いや、またね、味噌汁とは違うんですよ。飲んだことないから分からないんですよ。これ言いたかったのは伊勢海老の味噌汁。エビの味噌汁ってまたちょっと別もんやね。本当にあのランチであれだけのボリュームがありますので、とにかくまずランチから行っていただきたいと思います。いいですね。はい、で住宅地にありますので、まず場所の方を、ね、ご紹介しましょう。はい、はい、場所はこちらです。学園木場台交差点を東に過ぎてすぐの十字路を右折いたします。で道なりに500メートルほど進むと右手に見えてきます。最初のあの十字路を、ね、しっかりあの確認して曲がってください。はい、はい、そしてプレゼントいただきました、こちらランチセットを2名様です。はい、詳しくは番組最後のプレゼントコーナーをご覧ください。今回食いしん坊のでご紹介したお店の情報こちらからチェックできます。MCA のホームページからアクセスできるインターネット加入者限定サイト宮崎グルメ情報と、スマートフォン専用のグルメサイトグルメットでご覧いただけます。ぜひご利用ください。以上、食いしん坊でした。 CM の後はゲストコーナーです。